葛飾北斎が、狐の嫁入り図狐の嫁入りは、日本の本州、四国、九州に伝わる怪異。現象には大きく分けて、蝶賃の群れを思わせる夜間の無数の怪下と、火が照っているのに、雨が降る俗に言う天気湯の、二つのタイプがある。いずれの現象も、人間を化かすと言われた狐と関連づけられ、また、古典の怪談、随筆。 伝説などには異様な嫁入り行列の伝承も見られる。平成以降の現代においても、それらにちなんだ神事や祭事が、日本各地で開催されている。法暦時代の越後国の知事、越後なよろには、開花としての狐の嫁入りの様子が、以下のように述べられている。夜何時いづくども言うことなく折り静かなる夜に、超鎮あるいは、虚のごとくなる。 日暮に一里余りも無限続きて遠方に見ゆるごとあり、右南所にても、稀にえどもあり、神原群中には折伏し言うの。これを、児童屋から狐の根と言いならせりここでは、夜間の開花が4キロメートル近く並んで見えることを、狐の根と呼ぶことが述べられており、同様に、新潟県、中区引き群や、道県魚沼地方、秋田県、 茨城県桜川市桜川市、道県西茨城郡七海村、道県日立大田市、埼玉県越谷市や道県秩父郡東秩父村、東京都多摩地域、群馬県、栃木県、山梨県北都市向川村、三重県、奈良県柏原市、鳥取県最白郡南部町などで、夜間の三夜に開花が連なって見えるものを、狐の嫁入りと呼ぶ。かつて、江戸の都島村でも、 暗闇に開花が連続してゆらゆらと揺れるものが、狐の嫁入りと呼ばれており、これは道村に伝わる、都島七不思議の一つにも数えられている。地方によっては、様々な呼び名があり、同様のものを、埼玉県草加市や石川県福下士郡能登町では、狐の嫁取りといい、静岡県沼津市などでは、狐の修言とも呼ぶ。徳島県では、 こうした開花を嫁入りではなく狐の葬式とし、死者の出る予兆としている。日本で結婚式場の普及していなかった昭和中期頃までは、結婚式においては、結婚先に嫁いで行く嫁が、夕刻に、長陳行列で迎えられるのが普通であり、連なる開花の様子が大松明を連ねた婚礼行列の様子に似ているため、または狐が、 婚礼のためにと申す提灯とみなされたためにこう呼ばれたものと考えられている。嫁入りする者が狐とみなされたのは、嫁入りのような様子が見えるにもかかわらず実際には、どこにも嫁入りがないことを、人をばかすと言われる狐と結びつけて名付けられた。または、遠くから見ると、明かりが見えるが、近づくと見えなくなってしまい、あたかも狐にばかされたようなため、などの説がある。 新潟県のキリン山にもキツネが多く住み、夜には提灯を下げた嫁入り行列があったと言われるが、この新潟や奈良県四季郡などでは、キツネの嫁入りは農業と結びつけて考えられており、開花の数が多い年は放年、少ない年は不作と言われた。これについては、キツネビがリンの発酵と考えられていたことから、キツネビの多い時期には、 農作物の生育に必要不可欠な輪が、途中に多く生成されていたとも考えられている。これらの開花の正体については、実際の明かりを誤ってみたか、異常屈折の光を錯覚したものとも考えられている。また戦前の日本では、虫送りといって、農作物を病害から守るため、田植えの後に松明を灯して、田のあぜ道を歩き回る行事があり、 狐の嫁入りが、田植えの後の夏に出現する、水田を潰すと見えなくなったという話が多いことから、虫送りの明かりを見誤ったとする可能性も示唆されている。天球直後の様子関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国、九州など、日本各地で、天球のことを、狐の嫁入りと呼ぶ。開花と同様、地方によっては、様々な呼び名があり、 青森県南部地方では、狐の嫁取り、神奈川県茅ヶ崎市、芹沢や徳島県追い甲織山類では、狐う、千葉県東住郡では、同様に、狐の周限という。千葉県東葛飾郡でも青森同様に、狐の嫁取りうというが、これは、かつてこの地域の農家では、嫁は労働力とみなされ、一家の繁栄のために子孫を生む存在として、嫁を、 取るものと考えられていたことに由来する。天球をこう呼ぶのは、晴れていても雨が降るという嘘のような状態を、何かに化かされているような感覚を感じて呼んだものと考えられており、かつて狐には、妖怪のような、不思議な力があると言われていたことから、狐の仕業と見まして、狐の嫁入りと呼んだとも言う。他にも、天球の時には、 狐の嫁入りが行われているとも、山のふもとは、晴れていても山の上ばかり雨が降る、天気雨が多いことから、山の上を行く狐の行列を一目につかせないように、するため、狐が雨を降らせると考えられたとも、めでたい日にもかかわらず、涙をこぼす嫁もいたであろうことから、妙な天気である、天気雨をこう呼んだとも、日照りに、雨が降るという異様さを、 前述の開花の異様さを転用して読んだとも言う。狐の嫁入りと天候との関連は地方によって異なることもあり、熊本県では虹が出た時、愛知県では荒れが降った時に狐の嫁入りがあるという。前述までのように嫁入りを思わせる自然現象だけではなく、江戸時代の古書や地域によっては伝説上にも実際に 嫁入りの痕跡が見られるという話がある。埼玉県行田市では、谷郷の春日神社に、狐の嫁入りがよく現れるといい、その時には、実際に、道のあちこちに、狐の糞があったという。岐阜県麦郡洛戸村では、開花が見えるだけではなく、竹が燃えて裂ける音が聞こえるなどが数日続き、確かめても、そんな痕跡はないと言われた。 関英時代の随筆、今尺あやかし団集には、江戸の本書竹町、文政時代の宗師、江戸人十二は同じく、江戸の八丁堀、関西時代の階段集、階段牢の杖には、上州神田村で、それぞれ奇妙な嫁入り行列が目撃され、それが、実は、狐だったという話がある。このように、狐同士の婚礼をそれとなく人間たちに見せる、話は、 全国的に分布している。一例として、民間の伝承においては、埼玉県草加市の伝承で、戦国時代、ある女性が、恋人と結婚を約束したにもかかわらず、病死してしまい、その無念さが狐に乗り移り、女性の葬られた場所の付近で狐の嫁入り行列が見られるようになったという伝説がある。また、信濃国の民話では、 ある老人が小狐ツネを助けたところ、やがて成長したキツネが婚礼を迎え、老人に礼として、引き出物を持参したという話がある。こうした嫁入りの話では、前述までのような自然現象及び超自然の、キツネの嫁入りが、舞台装置のように機能しており、日中の嫁入りは、天気雨の中、夜間の嫁入りは、開花の中で行われることが多い。 特定の動作を行うことで狐の嫁入りが見えるという伝承も各地にあり、福島県では旧暦10月10日の夕方にすり鉢を頭にかぶり、腰にすりこぎを刺して豆垣の元に立つ。愛知県では井戸にツバを吐き、指を組み合わせてその穴から覗くと狐の嫁入りが見えるという。江戸時代頃には、 こうした、狐の嫁入りの伝承が信じられていたことから、人間が狐に仮装して、狐の嫁入りを演じたとしても、庶民にはそれを見破ることができなかったとして、人為的な仕掛けであった可能性も示唆されている。茨城県龍ヶ崎市の女化神社狐同士の、結婚ではなく、人間の男性のもとに、メスの狐が嫁ぐ話もあり、代表的なものとしては、人形浄瑠璃にもなり、 平安時代の恩名詩、安倍の生命の出生にまつわるものとしても知られる、クズの葉が挙げられる。この他にも、日本原法全悪霊域や、1857年の、知事、富川寿司などに、同様の話がある。後者は、関東の諸葛孔明と例えられる、実在の武将、栗林吉長にまつわるもので、茨城県牛久市の女町の名の由来でもあり、 道県龍ヶ崎市に女化神社として、狐が祀られている。また、婚尺物語集や、1689年の、本町古事院連集、1696年の、階段集、玉草期には、既婚の男のもとに、狐がその妻に化けて現れる話がある。ちなみに1677年の階段集、宿直草では逆に、オスの狐が、人間の女性に惚れ、 その女の夫に化けてちぎり、異形の子供が生まれる話がある。江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎による、狐の嫁入り図では、天気雨の時には、狐の嫁入りがあるという俗信に基づき、狐の嫁入り行列と、突然の天気雨に驚いて、農作物を取り込む、人々の様子が描かれている。このように、 空想上の情景として狐たちと現実の農村風俗と同時に絵画の中に描くことは珍しい例と指摘されている。同時代の徘徊師、小林一茶の国も秋の日や彩山は狐の嫁入りうとある。明治時代の俳人、歌人である正岡四季は短歌で青空に村薄ぐる馬ときキツ狐の大王図もメスランカと読んでいる。人形浄瑠璃。 壇の裏兜と軍記でも、立つた今まで不安不安した天気であったが、英気超えた、狐の嫁入りのそばへうとあり、戦後では、時代小説、鬼平繁華町に、狐うとを題した一編がある。終言狐の婿こ入り。近世の作品とされるが、制作時期及び作者は不詳。その他に1 7 8 5年の、無物の狐えこ婿入り。 1796年の、昔後狐、朱乳、1799年の、穴貸子光狐縁組などの江戸時代の草草子や孔、表紙、修弦狐の無こ入り、絵本集め草といった江戸時代の情報絵本にも、擬人化された狐が嫁入りを行う、狐の嫁入りが描かれている。これらは擬人化された動物の嫁入りを描いた、嫁入り物と呼ばれる種類の作品だが、 狐たちに、江戸の具体的な稲荷神の名前が付けられているという特徴がある。このことは、稲荷信仰と嫁入り者の双方が、江戸の庶民に深く浸透していたことを示すものと見られている。民間では、高知県の赤岡町などで、日和りに、雨が降りゃ狐の嫁入りというあべ歌があり、天気湯の日には、実際に、ネの嫁入り行列が見られると言われた。 津川の狐の嫁入り行列津川の狐の嫁入り行列前述の新潟県のキリンさんの嫁入り行列に由来する祭事として同県東神原郡阿賀町津川地区では狐の嫁入り行列が行われている元は狐日の名所として昭和27年頃から狐日に関するイベントが行われており一度は途絶えたこのイベントが 1990年に嫁入り行列を主体とした観光イベントとして復活されたもので、毎年4万人もの観光客で賑わっている。山口県下松市の花岡福徳稲荷社でも、毎年11月3日の稲穂祭りで、狐の嫁入りが行われている。こちらは、道神社で古くから行われていた、豊作祈願の稲穂祭りが、戦後の混乱期に途絶えていたところを、 地元の勇士たちが、同神社で白い狐の夫婦が、偽物探しや五穀法上、商売繁盛の神として祀られていたことを参考にして、狐夫婦の結婚式を再現したものとも、江戸時代に、寺の住職が、夢枕に現れた白い狐夫婦の依頼で供養をしたところ、紛失していた珠が見つかったという伝説にちなんで、1950年から始まったとも言う。 下松市民の中から狐夫婦を演じる市民が選ばれるが、神父役となった女性は良縁に恵まれることから、道神社は縁結びの利益もあると言われている。三重県四日市市宮間堂の宮間堂稲荷神社でも、毎年節分に狐の嫁入り道中の神事が行われる。こちらも江戸時代に鬼洗いとして行われていたものが、やはり戦後によみがえったもので、 その年の役年の男女が、紳士の総本家での小狐と、宮堂稲荷神社の紳士の家の娘の狐に憤し、嫁入りの様子が再現され、大勢の参拝客の賑わいを見せている。ありがとうございます。